死神らしくないって。はい、仕事になると手が震えちゃって鎌がうまく使えないんです。親戚の私と同い年の子なんかもう独り立ちしてちゃんと仕事もこなしてるのに。早く兄みたいな立派な死神にならなきゃって思うんですけど。はい、兄は以前うちの学校に通っていたんです。まだ18だけどもう上級な免許持ってて。それはその優秀だったから特別に許されたって聞いてます。私時々思うんです。本当に自分は死神やってていいんだろうかって。このままで本当に自立できる死神になれるんだろうかって。ないわけじゃないんです。能力を制御しきれなかったり、性格的にその能力を扱うのに不適切な魔族は申請して許可されれば封印の儀を受けることで人間族になることができるんです。やはり死神としての能力を捨てた方がいいでしょうか。とかされないんですか。誰と行くんですか。いえ、ごめんなさい。鈴品先輩とは。
はい、水彩画を何点か。本当は一人一点でいいんですけど、私この前の地区コンクールで金賞取ったんです。で、先輩方に私の絵が一番見栄えするから、できるだけたくさんの絵を学園祭に間に合わせるようにって。そうなんでしょうか。でも私なんか、鈴篠先輩は応援してくれていろいろと手伝ってくれるんですけど、私の絵なんて。あ、はい、努力します。鈴篠先輩は3ヶ月くらい前に入部してきたんです。私が誘ったんです、美術部に入りませんかって。その鈴篠先輩、私の絵が出展された地区コンクールを見に来てくれたんです。たまたま表を通りかかっただけって言ってましたけど。エリサ先生が認めてくれているので、授業中に呼び出しがかかっても平気なんです。でもそれで困ってることもあるんです。授業を抜け出すことが結構多いから、お勉強がクラスのみんなから遅れてしまって。そうなんですか。先輩方のバンドの曲が兄の聴いていた音楽に似ていたものだから、うちは父が早くに死んでしまったので、兄が父の代わりに私の面倒を見てくれたんです。
キリュウ先輩。大丈夫ですか、キリュウ先輩。おはようございます。どうかされたんですか。顔色良くないです。そうなんですか。それならいいんですけど。先輩、昨日から様子が。死神族ですから、少しだけ感じるんですけど、礼拝の乱れを、うちの学校を中心に何か強い意識体が発生しつつあるような、そんな感覚を。詳しいことは分かりません。ただ私にも管理局から注意するようにと指示が出ていますから。体調が落ちていると霊波の影響を受けやすくなります。だから
ー。